こんにちは、ももです。私のおすすめの楽曲はランウェイです。はっきりしたリズムとビートが特徴的で、聴いているとランウェイで歩いているような堂々とした気分になれるような楽曲になっています。ぜひたくさん聴いてみてください。バイバーイ。はい、皆さんこんにちは、みさものさなです。はい、私のおすすめの楽曲はニューロックです。この曲は安室奈美恵さんのカバーをした曲になっています。はい、可愛らしい歌詞やニューロックの振り付けにもぜひぜひ注目してみてくださいね。バイバーイ。こんにちは、みなです。私のおすすめの楽曲はアイデンティティです。派手なイントロから始まる中毒性のあるメロディーの曲になっています。はい、そしてミュージックビデオもダンサーさんと一緒にすごくかっこいいものを作り上げたので、ぜひぜひ見てください。そして堂々さを歌った歌詞にもぜひ注目してください。たくさん聴いてくださいね。